別にいいやって思われて飛んじゃうんですよ。はい、皆さんこんにちは、きょうより博平と申します。今回はですね、入塾を突然キャンセルされたり体験をキャンセルされることって、まあ、誰にでもあると思います。僕も映画の成績がかなり良かった方ですが、当然なんですけど1年間通してみたら体験キャンセルとか入塾キャンセルってのは、あと面談キャンセル、もうこれはあります。その時にですね、無言でキャンセルされるか、きちんと電話をもらってキャンセルされるかってところを意識してほしいんですよ。これっていつの時期からとか関係なくて、無言でキャンセルされる、無言で来なくなるに備えて、まず必ずね、このセリフを言っておいてほしくて、例えば自分が教師長なんだったら、最後の入塾手続きとかって必ず自分がやりますよね。まあ、よっぽどじゃない限り自分でやると思うんですよ。料金説明とか退塾時のなんか違約金うんぬんかんぬんとかって説明最初にしとかないといけないと思うんで、責任がね自分にありますから、そこの教室の責任者がやると思うんですね。で、まあ、僕実際僕もやってたんですけど、何でもいいんですけど、面談のキャンセル、例えば問い合わせが電話であった時の面談のキャンセル、面談した後の体験のキャンセル、体験がし終わった後の入塾するって言ったにもかかわらずやっぱり入塾しないっていう入塾キャンセルをされることがある時に、先に言っておいた方がいいセリフがあって、何かっていうと、最初の電話の時に必ず言っておいてほしいんですけど、もしキャンセルされる場合は申し訳ないんですが、私平野宛てまでご連絡いただけますか、必ず言ってください、皆さんの名前でね。で、なんでこれを言う必要があるかっていうと、自分の営業がうまくいってるか、うまくいってるかっていうのは、顧客と自分に信頼関係が電話、面談、体験できちんと繋がってるかどうか効果測定ができるんですよ。勝手に無言で飛ばれるっていうのは、これはですね、あなたの信頼関係の構築度が足りないっていうことが測定できてしまうんですね。10人仮に電話問い合わせがあって、10人面談日組みました、8人が無断キャンセルしましたって言ったら、あなた相当営業のセンスないんで、営業のスキルないんで、めちゃくちゃ練習しちゃいけません。仮に通算で、塾講師の人生通算で100件キャンセルがあったうち99件はちゃんと電話でキャンセルしますっていう風にもらってたら、あなたと保護者との信頼関係はバッチリなわけですね。まあ、一件ぐらいは、マナーのない親とかね、倫理観のない親もいますんで、それは別にいいんですけど、何かをキャンセルする場合は、必ず、平野宛てまで連絡してね、と約束をしたのに、向こうが平気で破るっていうのは、向こうが変なんじゃなくて、信頼関係を構築できてないから、別にいいやって思われて、飛んじゃうんですよ。だから、なんでこんなに無断でキャンセルして面談来ないわけみたいな。こっちは1時間空けて待ってるのに。じゃなくて、それはあなたの初回面談の場合は、電話の営業スキルが足りてない。だからそこで信頼関係をもっと結ばないと、面談に来てくれる確率は、やっぱり上がらないですよ。電話スキルを上げれば、面談に来てくれる確率は高くなります。じゃあ、その後体験来ました。で、入塾しますって言ったのに入塾しません。もしくは体験したけど普通に入塾しません。みたいなことが起きた時ってのは、単純に体験の授業が良かったか、何か必要なこと言ってなかったか、もう単純に信頼関係が電話以上に結べなかったっていうところにありますよね。信頼関係構築できれば、電話、面談、体験、入塾って普通にスムーズにスッと流れていくものなんで、どれくらい無断でキャンセルされてるか、どれぐらいきちんと断りの電話をもらってキャンセルされてるかを測定してほしいかなと思います。少なくとも無断キャンセルの率は 10% 以下。営業が上手な人は 5% 以下ですよ。それは、まあ、当たり前のように 30%、40% ぐらい無断でキャンセルされてるっていうのは、信頼関係の構築の仕方が間違ってるから、営業の基礎基本をもう一回自分に叩き込んだ方がいいと思います。いや、塾講師は営業マンじゃねえとか言うかもしれないんですけど、いや、そうじゃなくて、顧客と自分の信頼関係を結ぶってところを、営業っていう言葉で片付けないでほしくて、人と人とのコミュニケーションだから、まあ、初めて会う人かもしれないけど、初めて会う人とどれぐらい仲良くなれるか、どれぐらい信頼関係構築できるかってのは自分のスキルにかかってるんだから、相手のせいにしないで、まず自分を反省するってところから始めるとすげえいいかなと思います。で、その時に、まあ、例えばなんだけれども、本当にちゃんと自分宛に電話来て、先生申し訳ないんですけども、こういう理由でちょっとキャンセルさせてくださいって言ったら、もうわかりましたって言って、電話切ればいいじゃないですか。で、その時は、まあ、キャンセルはそれだし、まあ、入塾にならなかった、体験にならなかったけれども、顧客が約束守って
くれたってことは、ある程度自分とキャンセルした顧客の間にでも少しの信頼関係はあったわけですよね。これが測れるだけでよしです。で、無断キャンセルされるってのは一番ダメなんで、そこに気をつけてやってほしいかなというふうに思ってます。地域で超評判の塾とかだったら、まあ電話で何も話さなくても面談に行って取るだけで来てくれると思うんですけど、そういう塾ばっかりじゃないと思うんで、基本的には電話はめちゃくちゃ大事で、面談もすげえ大事で、体験もすごい大事になってくるんで、その辺気をつけてほしいかなと思います。細かい営業の手法に関しては、塾講師が営業で悩まなくなる技100っていうのを公式で配布してるんで、よかったらそれ受け取ってください。登録して受け取ってください。よろしくお願いします。はい、それでは参考になりましたら、また高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。教育百貨店は YouTube より LINE がすごい、登録は概要欄から。